インディラガンディ国際空港は、インド共和国の首都デリーにある、国際空港。入国審査前の手のひらのオブジェ空港の名称は、インディラガンディ元首相に由来する。インディラガンディインターナショナルエアポートを略して、インーエアポート、または、インアと表記されることもある。旧名は、パーラム国際空港。エアインディアのハブ空港である。空港内には、レストランやバーなども、 数多く、航空会社や利用クラスに関わらず有料で利用できるラウンジも設けられている。国内線専用ターミナルとして機能していたが、ターミナル3の開業により多くの航空会社が移転した。現在拡張工事が行われており、年間利用者数を現在の1800万人から3000万人へ引き上げる計画となっている。 国内線到着専用ターミナルターミナル3の開業により一時閉鎖されていたが、ターミナル1の拡張工事に伴い、2017年10月29日より再び利用されている。ゴーアの全便、インジゴの一部、スパイスジェットの一部が発着する。2010年7月14日開業。搭乗ゲートは78カ所。すべての国際線が発着するほか、エアインディア。 アライアンスエアー、ジェットエアウェイズ、ビスタラ、エアアジアの国内線も発着する。将来的には、すべての国際線がこの2つのターミナルに移転し、ターミナル3は国内線専用にする構想である。ありがとうございます。